はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。カラオケ行くとフローの5を歌う人必ず一人はいますよね。ということで今日もですね、ウィニングレバーアプリ2019やっていきたいなと思います。今日のウィレアプリあるあるはこちら、メガネのバスケスさん。ここからでもツアーの注目選手表示が見たいということで、あ、これねすごいある、ちょいちょい僕も思ってたんですけど、あのね、トップ画面のチームマネージメントから行くと、いくらツアーが開催されていても注目選手の表示って見られないんですよね。なのでツアーが開催されてる時はここから見られるようにしていただいたらすごいありがたいなって思いますね。はい、ありがとうございます。次にですね、選手のクイズも行きましょう。今日はこちら。はい、この選手はですね、2019アップでのタイミングで黒になった選手なんですけど、まあ、あんまり使う人多くないかもしれないですね。まあ、今後 FP の登場とかにも注目なんですけど、経歴とかも出しておきますので、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、もう大体皆さんね、サムネとタイトルで分かってると思うんですけど、こちらですね、はい、通常ボックスガチャの解説の方をやりながら、最後にですね、僕の方で6回ほど引いていきながら、まあ今週もちょっとね、サクッと雷出していきたいなと思ってますね。はい、ということでまずはですね、ガチャ概要から見ていきたいなと思うんですけど、こちらヨーロピアンチャンピオンシップスターズということで、久々の CL ガチャですね。はい、まあ CL って名前がね、使えないので、ヨーロピアンチャンピオンシップって名前になってるんですけど、まあ昨年同様やっぱ結構 CL系のガチャは来るなって印象で、最近始めた方とかだとあんま分かんないと思うんですけど、まあ、2017とか2018の時も結構この CL ガチャっていうのは割とガチャの中でもまあメインイベントというか、かなりいいガチャとして注目されてるガチャなので、まあ、今回も結構期待できるなというところですね。はい、でこんな感じで、まあ、他のシステムは特に変わりがなくて、で今回もですね、ガチャ確率持ってきました。で一番右が今回の CL ベスト16ってガチャになるんですけど、この表ですね、一応直近5回分出してるんですけど、ちょうどですね、 FP ガチャが登場してから5週間経ったということで、結構分かりやすい表になってましたよね。で FP ガチャが来て一発目が CL で、その後3週間連続レジェンドが続いて、今回も CL ということで、こんな感じになってました。で改めてこの表を見て思ってたのは、やっぱね、 FP ガチャ来てから結構確率上がりましたよね。黒率結構上がったなって印象なんですけど、まあその中でも若干やっぱ CL ガチャが高くて、で気づきとしてもう一個あったのは、金玉の数見ていただきたいんですけど、レジェンドと CL ガチャで黒率に関してはそんな変わらないんですけど、やっぱ金の数は CL の方がね、断然多いんですよね。で実は金以上の確率で言うと 20% 近く差がついてくるので、そういったところでやっぱこの CL ガチャっていうのは初心者とか中級者ぐらいにはすごい優しいガチャだなっていう風には思いましたね。本当にハズレがないいいガチャになってると思います。はい、そんな感じですね。でですね、排出選手も一応見ていくと、まあなんか見ていただいたら分かるんですけど、本当通常選手勢ぞろいって感じで、優秀な選手たくさんいますね。で特に金がねかなり優秀で、やっぱりどれが出ても外れじゃないっていうのは初心者とか無課金の方には大事なのかなと思っております。で一応ですね、ビッチ率、雷黒玉率も見ていくと、今回は 11.9% ということで、まあぶっちゃけここはあんまり高くないですね。まあでも黒玉の母数が84と結構多いので、まあここが低くなってしまうのはどうしても仕方ないのかなとは思います。はい、ということでこれらを踏まえてですね、このガチャを引くべきかっていうところを最後お話していきたいなと思うんですけど、さっきも話したように黒率もすごくいいですし、何よりですね、金以上の確率が高いということで、黒が当たらなかったとしても金以上が出る確率が結構高いんですよね。っていうところで言うと、基本的にはおすすめなんですけど、特に初心者から中級者ぐらいの方にはおすすめですね。でこの初心者とか中級者っていう定義は、プレイスキルが上手いとかプレイ歴が長いとかってよりは、選手がどれだけ充実してるかってイメージですね。選手の充実度がまだもうちょっとだなって人にとってはかなりいいと思いますので、ぜひ GP で引くのをおすすめかなと思っております。はい、で逆にですね、まあ、上級者というか僕とかみたいに結構選手が揃ってる人にとっては、まあ、ぶっちゃけ通常選手って今そんなに必要じゃないですし、どちらかというと、まあ、今まで来てたようなレジェンド系狙いたいっていうのはあるので、まあ、そっちに向けて貯めていただくのがいいんじゃないですかね。多少銀が出るリスクがあったとしても、希少価値の高いレジェンドを引きたくなると思うので、はい、そのために貯めていただくのがいいんじゃないかなと思います。なので皆様のね、今の状況によって引くか引かないかっていうのはこんな感じで判断していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ一応僕はね、結構選手が揃ってる、さっきで言う結構上級者のラインに入ってると自負はしてるんですけど、まあ僕の辞書に引かないという選択肢はないので、皆様の人柱に、そして皆様に今日雷の音をね、快音を届けられるように頑張っていきますので、今回も引いていきたいなと思います。で狙いの選手ちょっと言っておきましょうか。ちょっと宣言引きもしたいので、狙いで言うとやっぱこれかな、コナミに愛し、コナミに愛された男、コウチーノ選手狙っていきたいなと思います。ということで一発目いきましょう。
つ入っていく。いやいやいや、なんかね、僕このガチャ撮影するときが、まあ FP ガチャ引いてますけど、だいたい週の始まりみたいな感じなので、今週の運勢が決まりますね。これで銀が出たらちょっと今週最悪かもしれません。ということでいきましょう。ゴー、さあ来い、来るか来るか、いやー、金、銀でも黒でもない金ということで、お、バイディ選手いいですね。バイディ、ルーベンディアス、そして、シュライファース選手ということで、なるほどなるほど、センターバックコンビ来ちゃいましたね。はい、センターバック2枚引きなんてやばいということで、はい、ありがとうございます。どうだろう、どっちも優秀ですけど、やっぱバイディかな。まあ僕結構ガチスカとかでも使ってるので知ってる方多いと思うんですけど、相当優秀ですね。金の中だと本当にかなり優秀な選手だと思ってますね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、2回目いってみましょう。ゴー。さあ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 、まあ金から始まったんで、まあ次、まあ今回は金でもいいかな。で、次ぐらいに黒出せればいいかなと思います。いきましょう。ゴー。さあ来るか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 、黒横、ここでずれていけ、ずれない。さあ金2連続、ライトウィング、おー、ルカス・モーラ選手ですね。そしてブランドン・メヘレ選手、イルザト・アフメトフ選手ということで、すごい言いにくいな、アフメトフ選手ですね。はい、ありがとうございます。なるほどね。どうだろう、ルカス・モーラとかも使ってる人ちょいちょいいますけど、まあまあまあ、もうちょっと能力欲しかったというところはありますね。はい、ありがとうございます。さあ3回目いきましょう。さあサクサクパンダで引いていきたいですね。いきます、レッツゴー。来るか来るか、黒玉来た、オッケー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 。さあ行きましょう、誰が出てくる、来い。おー、ピャニッチ選手、まあ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 、ミラレムピャニッチ選手、ミラレムって名前だったんですね。なんかミラティブみたいですね。はい、ありがとうございます。そして、すごい名前だな、待って、ちっちゃい文字多すぎない、ちっちゃい文字多いランキング多分12位ぐらい入ってこないこれね。ジェフェルソン・ファルファンということで、すごいね。はい、ありがとうございます。そしてイスマイリ選手ということで、なるほどなるほど、ファルファン選手か、なるほど、178cm34歳、てかファルファン選手って結構有名な選手ですね。僕名前は知ってるな。コスト21ということで、ちょっとにわかで申し訳ないんですけど、はい、で、能力こんな感じ、結構いい、なるほど、スピード瞬発あって、プレスキック、あ、でもプレスキックカーブか、デボルコンドリブル、まあまあまあ、ウィングタイプの選手かな。あ、ダブルタッチ持ちいいですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。まあまあまあ、悪くない。そして、ピャニッチ引けたので、とりあえず3回目で黒玉っていうのはね、確保できたので、よかったです。さあ、ということで4回目いきましょう。いいよいいよ、乗ってきた乗ってきた。ここから一気にギア上げていこう。いきましょう。ゴー。ギアを上げていけるのか。ギアを上げていく。さあ、いいぞいいぞ。2連続黒玉来い。おー、ベイル、オッケーオッケーオッケー。このね、ベイルのめちゃくちゃイケメンの顔からのボルハバレーロ選手、いいですね、このギャップがいい。どちらも好きな顔ですね。ありがとうございます。そしてダビド・オスピナ選手ですね。なるほど、急にすごい顔ちっちゃい感じで出てきちゃいましたね。ありがとうございます。なるほどね、はい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 、どうだろう、まあ、ベイルに関しては、まあ19アップデートのタイミングでスピード瞬発とかね、いろいろ能力が落ちちゃってはいるんですけど、引き続き僕系結構強い選手だなと思ってて、うん、まあぜひね、使っていただいていいとは思うんですけどね。なんか僕はずっとね、まあ2018の時結構終盤までベイル自体持ってなくて、だからあんまり使うって風習がないんですけど、うん、今でもかなり強いと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。ヤバイリーに続いてヤベイルということで、はい、次も行ってみたいと思います。さあ行きましょう、5回目ですね。待って、今結局2連続黒玉出てる状態か。ってことは、あれ、これちょっと3連続ビンゴいっちゃう、黒玉ビンゴいっちゃいますか。さあ行きましょう、ゴー。来るか、黒玉ビンゴ、黒玉ビンゴできず黒玉ビンゴできず。さあ金玉、はい、センターフォワード、ロドリゴ選手ですね。なるほど、ディエゴ・ベナーリョ選手、ジブリル・ソー選手ということで、なるほどね、はい、前も言った気がするんですけど、映画のソーシリーズ僕すごい大好きですね。はい、ありがとうございます。そしてアイスはソーです。いきましょう。よし、ちょっと乗ってるね、今日いろいろ発想が頭の中で浮かんできて次々言葉が出てくるんですけど、はいはい、ロドリゴ選手とか僕結構育ててて、最近もね、スペインリーグのツアーとかでも結構使ってたりするんですけど、まあ金でね、かなり優秀なラインブレーカーの選手ですね。はい、ありがとうございます。さあということで6回目いっちゃいましょうか。まあまあまあ、今週もう最後ということですけど、まあ黒2連続で3はいけなかったですけど、1個挟んで黒っていう展開もね、まあ悪くはないので、もうね、こうなったら物はいいよみたいな感じですよね。何言ってもね、こじつけをなんか作って結んでいくということで、さあ行きましょう、ラスト、今週ラスト、ゴー。来るか、黒玉、黒玉、いやー、銀ではなくてよかった、銀じゃなくてよかった。さっき言った、まあ、誰、おー、いいですね、ナチョ選手、まあまあまあ、悪くない悪くない、あのこの前レッドカードもらってましたけどね。はい、そしてバドゥ・ヌディアイ選手、ビクトル・フィッシャーということで、はい、
フィッシャーズに名前似てるランキング2位、ありがとうございます。2位ってね、1位誰なんだって話になりますよね。自分で突っ込んじゃいましたけど、なるほど、ありがとうございます。ということで、まあ、ナチョに関してはいっか、まあ、普通に優秀な選手なのでナチョも持ってる方使ってみてください。はい、ということで今回ですね、まあ、CL ガチャの解説と、まあ、僕の方で6回分ぐらい引いてみました。で、まあ、さっきも話したように結構今回に関しては自分のまあ立ち位置によって引くべきか引かないべきかっていうのは変わってくると思うので、まあ、その辺意識していただいて、僕の意見も参考にしていただきながら、最後はですね、皆さん自身で引くか引かないか判断してみてください。ではですね、今回動画は以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。